あ、入江さん、ちょっと。はい。入江さん、注射もダメ、バイタルサイン測定もダメ、車椅子の異常もダメ。となるとなかなか厳しいですね。来月から病院へ行って実習が始まるんですよ。はい。じゃあ明日再テストを行いましょう。それにパスしなければもう1年やり直し。いいですね。